普通に考えると堀江さん、金の次は権力かっていうのお決まりじゃないですか、はい、いや政治が権力だっていうのは古い考え方ですよ。で何なんですかじゃあ新しい考え方は。権力っていうふうに思うことがすごくそのネガティブな政治に対する皆さんの思いを反映してるんじゃないですか。あの権力に、ただ権力でも何でもないと思いますよ政治は。あの古い権力から新しいこれも一つの権力かなっていう形っていうのはいつの時代もあるような気がするんですけどね。いや政治イコール権力って考えること自体が僕はすごく間違いだと思うし、僕は権力者になりたくも何ともないですよ。はっきり国を変えたい、そうですね、皆さんのために国を変えたいって思いだけですけど、それを権力って言われちゃうと、まあ、非常に悲しいですよね。今回、はい、仮にですね、はい、今こういうこと言うのは失礼だけども仮に負けたとしてですね、はい、出口調査の結果通り負けてしまったとしてもですね、はい、堀江さん、これは自民党に対する応援としては全国レベルでこの落下さん含めて底上げして自分はあえて捨て石になったっていうところの功績実績は大きいですよね。いや全然そんなこと考えてないですね。もう本当選挙区に入ってみてくださいよ。もうそんな余裕ないですよ。もう自分がどうやったら当選できるかそれを考えて、そして自分の考え方を皆さんに知ってもらうってことしかもうないんですよね。あの皆さんほら東京におられてそのスタジオにおられるとそんなこと多分想像もできないと思いますけど、一回あの広島ロック来られてみるといいですよ。そんなあの悠長なこと言ってらんないですよ本当に。何もこっちはスタジオで悠長なことやってんじゃないんですよ。いやでも本当にね、みんな今うちのスタッフうなずいてましたよ。あの正直言ってそんなことを考えてる余裕はないです。小選挙区で一回立候補してみると分かります。それは私はする気がないんですよ。そんなこと強制しないでください。そうなんですけども、だからそういう質問はちょっと失礼なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。え、なんで失礼なんですか。いやだってそんなこと考えてないし、やっぱりホリエモンの野望ロマン、こういうことを聞きたいだけですよ僕は。いつも語ってることを聞きたいんですよ。野望ロマンを語ってるほど余裕がないってことですよ今。あ、そんなにないの。そうですよ、だって小選挙区で立候補してんですから。比例で復活当選でもできるんだったらね、まだしも。ただホリエさん、はい、冷静になればね、さっきの底上げ効果も含めてこれは相当堀江さんの今後のロマンに向けていい流れでもある。